うかのミタうかのノミは日本神話に登場する神。古事記ではうかの御霊神、うかの御霊の神。日本書記ではうかの御霊の御琴と表記する。名前のうかは穀物、食物の意味で穀物の神である。両所とも性別が明確にわかるような記述はないが、古くから女神とされてきた。伏見なり大社の主祭神であり、稲荷神。 お稲荷さんとして広く信仰されている。ただし、稲荷出身として、かの御霊の名前が文献に登場するのは、室町時代以降のことである、後日。伊勢神宮ではそれより早くから、オクラ神、三蔵の神として祀られた。古事記では、スサノの系譜において登場し、スサノが、串名田姫の次に目取ったカムオイチ姫との間に、生まれている。同母の兄に、 大年神、大年の神がいる。大年神は一年の収穫を表す年国の神で、ある。日本書紀では本文には登場せず、神海の第六の一書において、イザナギとイザナミが飢えて気力がない時に生まれたと、している。飢えた時に食を要することから、穀物の神が生じたと考えられている。古事記、日本書紀ともに、名前が出てくるだけで自責の記述はない。 また、日本書紀には、神武天皇が戦場で祭祀をした際に、穀物の姫子に言動魂女、いつのうかのめという神明をつけたとあり、元織のり長は、古事記伝において、これを、うかのみ玉と同じとしている。神明の、うかは、穀物、食物の意味であり、同じ意味の、受け、けを名前に持つ食物の女神とは集合していくことになる。平安時代の縁起式。 大ートナ祭りのりとには、豊桶姫の別名ともされるヤフネトヨエキヒメイノチ、ヤフネトヨウケヒのみ事が登場するが、この女神について、のりとの中期では、これ稲の、みたなり。世に、うかのみたという、と説明しており、うかのみたを女神と見なしていたことがわかる。上実した、初期の言動魂女も稲の霊であり、これらの記述から、食物の持つ、生命力や、稲霊、 稲玉が女性的なものと考えられていたことが伺える。鎌倉時代に伊勢神宮で編纂された神道五部署には内空と下空の主な社殿と祭神が記されている。その一つ、五鎮座殿記では内空について、オ蔵神、三倉の神の三座は、スサロウの子、床カの御玉神なり。また、千門な、透目とも三狐神、御血、神とも名づく。と記される。 月空についても、超蔵神、月の御蔵の神は、丘の御霊神におわす。これ、いざなぎいざなみ二柱の御事のみしところの神なり。また、大月姫とも合す。また、捕食人、受け持ちの神とも名づく。神技官社内におわす。御前人未決、神とはこれなるなり。また、神福旗殿にわいまつる三狐神とは銅座の神なり。ゆえに、 また、千女神とも名づく。西洋船女とはこの縁なり。また、稲の霊も、丘の御玉神におわして、西北方にうやまいて祭り拝するなり。と記される。引き神話に登場する、食物神は、アマテラス大神や、天皇の食事を司ることから、五千つ神、三欠、神とも呼ばれるが、丘の御玉には、三狐神の字が当てられている。これは、 関西方言では狐を、ケツ、ネと呼んだことから付けられたと言われる。また、日本書紀では、ウカノミ霊を、ウカノミ霊の命と表記し、伊勢神宮でも、オクラ神として祀られることから、この神は、五国の神である、植物神の中でも、特に稲倉に、関係の深い神ではなかったかとも考えられている。室町時代に、神義時間、吉田金友が表した。 神明朝当中の伏見稲荷の嬢では、本社、かの御玉神なり、この神は、須佐能の娘なり、母は、大市姫なり、かの御玉神は百国をまきしかみなり、ゆえに、稲荷と名付くか、いざなぎのおむすにこの名これあり、と記される。また、同じく神儀時間の吉田金美にが表したと言われる、二十二社中式の伏見稲荷の嬢では、中社、 ウカの御霊マイこの神は百国を巻きし神なり。一名を豊家姫命という。大和国の広瀬大明神、伊勢の下空とは、同体の神なり。姫大明神と名付く。と記されている。平安、鎌倉時代の文献に登場する、稲荷神は女神であるが、神明についての記述はなく、室町時代になり稲荷主神として、ウカの御霊の名が登場する。 最古の稲荷縁起は、山城国風土器一文に記されるが、この伝承によると稲荷神は稲の神であるため、いつしか同じく稲の神格を持つ丘の御霊のことと認識されるようになったのだろうと言わる。江戸時代になると、伏見稲荷の神職等により、諸々の遺色器、水大ほ他が表されるが、その多くが稲荷、三神の主神を丘の御霊としている、天丘の御霊の命、 若草とお姫魂の命と表記される場合もある。本来は、十日山の上、中、下の三者のうち、中社に鎮座するとされていたが、江戸後期から下社とする記述が増え、現在もそのようになっている。これに対し、他の二神の神明は文献によって異動があり、現在の形、丘の御玉、沙田彦、大宮の目に決まるのは明治になってからである。 丘の御霊は、現在は、穀物の神としてだけでなく、農業の神、商工業の神としても信仰されている。伏見稲荷、大こそ、京都市、笠間稲荷神社、茨城県、有徳稲荷神社、佐賀県などの全国の稲荷神社で祀られているほか、ビルやデパートの屋上、工場の敷地内などにも、屋敷神として稲荷神を祀る社が設けられている。 例えば、日本橋三越市デパート屋上の見めぐり神社などがある。稲荷神社以外で丘の御霊を祀る神社としては、以下のような例がある。稲荷神として祀られる場合は、稲荷神、稲荷神社を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。